ご存知橋本でございますと。はい、ということで明日から始まります宮城県子牛市場2月市場我が家の上場に行ってみよう、と言いたいところなんですが、今回ですね、2月それから3月と上場牛いません。はい、で、今回2月なんですけども上場牛いないっていうてはいたんですが、ですね、まあちょっと去年の話になるんですけども、まあ親戚のおじさんがちょっと亡くなっちゃって、そこで牛飼ってたんですよ。で子牛が生まれてって2頭ほど生まれてたのかな、うん、でその、まあ、1頭をですねまだちっちゃかったんで、まあ、そこの息子さんが引き継いでやろうと思ったんですけども、やはりなかなかね、自分の仕事働いていらっしゃるんで、回ってなかなかちょっと牛飼いとそれを両立するのはちょっと厳しいということで、うちがね預かって育ててる、一時的にね育てるという形になりまして、今回はその牛の一丁ね、紹介になりますんでぜひぜひ見てやってください。早速行ってみましょう。はい、うちの市場ですね、うちの上四つ葉の市場が、2月市場1日目となっております。はい、それでは見ていきましょう。2月14日ですね、牛は米になります。はい、で、まあ去勢なんですけども、まあちょっと情報とかはね、個人のあれなんで、とりあえず上場番号だけここに、載っておきますので気になる方は見てやってください。はい、ということで、今回ですね2月市場を先駆けて始まっている各県の市場動向を見ますと、やはり下げております。さあ宮城県どうなるかね、なかなか厳しいことが予想されるとは思うんですけども、もっとね厳しいのがね、牛出せる牛がいないってね、もっと厳しいです。マジでね、本当ね、岩手のどっかの村にね金の延べ棒ね、なんだっけ120万だっけ、5億円相当ね寄付なされたっていう方もいるんですけど、全然待ってますほっからず橋本ね、そういう金の延べ棒とかね、1億円とか2000万とか1000万とか100万とかね、寄付全然待ってますんでねえ、ぜひやってみようかなっていう方があったらぜひどうぞお願いしますはい、ということで、うちで2月3月と上場牛いないんですけども、まあね、3月の頭に飼育牛の方を出荷いたします。で、まあその後ですね、子牛に関しては4月まで、お休みをちょっといただいております。なかなか経営的にね本当に厳しいんですけども、なんとかね、かんとか、ここを切り抜けて、4月から順次ね、2頭、それから3頭ずつぐらいね、まあ4月は1頭ですけども、出せるようにね、頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ、応援の方よろしくお願いいたします。あと、金の延べ棒も待ってます。1枚でもいいよね、あれね。本当に。はい、ということで、今月の市場速報も、最終日3日目のね市場が終了後即座にね、出しますのでぜひぜひご注目してやってください。はい、4月までいませんけどもね、いろいろ更新しますんで頑張ってやっていきますんで見てやってください。金の目もよろしくお願いしますはい、ということで以上橋本がお送りしました。すごいよね、どこにかあんだろうね、ほんとね、いや持ってる人は持ってるんですよね、すごいよね、いやー羨ましい、おっ